はい、こんにちは、マシです。今日も検証動画です。今日は何をやるかっていうと、まあ、あるお二人にちょっと対決をしてもらいます。そのお二人ちょっとご紹介いたします。はい、じゃあご入場お願いします。デデン。1人目がフレッシュライトメガメガブリーチ、お二人目レーセパウダーブリーチ EX。 今日はこのお二人に勝負してもらいます。これ何かっていうと、市販のこれ松清で買ったんですけど、松清で売ってる市販のブリーチ剤と、こちら普段美容室で使われる一般的なホーユーっていうメーカーのブリーチ剤です。でなんか結構美容師って基本的にお店の薬剤を使うんで、市販の薬剤って全然使わないし、能力も全然知らないんですよ。だからあんまり僕もこの市販の薬剤についての情報がないんですよ。こう比べた時どうなのって言われた時、実際わかんない。なので今日はそれを検証していこうと思います。まあ、今日調べるのは脱色力、市販のブリーチ剤とこの美容室で使われるブリーチ剤、どっちの方がブリーチ力、脱色力があるのかっていうのを検証していこうと思います。まあ結構ね、美容師業界の中では市販のカラー剤ってすごい敵対視されてて、美容室で使われてる薬剤と市販で売られてる薬剤を比べると、こっちの方が劣るよっていう話しかしないと思うんですよ。それはそうですよ。だってもしこっちが性能的に同じだったら美容室に行く理由が減ってしまうから、だからこっちをどんどん下げようとするわけ。けど今日検証してみて、実際同じような効力だったりそんなに変わんなかったら、またちょっと話が変わってくると思うんですよ。なので今日は本当はどうなのってところを調べるためにこの2つ2社に勝負してもらいます。まあ、検証方法としては、この僕が取っといた髪の毛ですね、ブリーチをしてどっちの方が色の変化があるかっていうのを検証していきたいと思います。で、まあ、放置時間は40分でいきます。まあ、こっち基本的に25分放置しますって書いてあって、こっちは20分から40分放置してくださいっていうのが説明書に書いてあって、両者力を発揮してもらうために同じ時間で40分ずつ置きたいと思います。じゃあ早速やっていきます。まあ、今日は同強を同じにするために入れる髪の毛の量を均一にします。どっちかが多かったりどっちかが少なかったりすると色の変化が変わってしまうので、同じ量をカットに入れます。何グラムでいいかな。じゃあ3グラム、3g 入れます。はい、3g。 じゃあこっちはダッカールを使おうかな。はい、3g。 はい、じゃあ続いてブリーチ剤も入れていきます。ブリーチ剤も同量にしましょう。さあ、これで多分同じ土俵になったんですかね。じゃこれを混ぜて早速塗っていきましょう。分かんなくなったでしょうか。はい、じゃあこっちのこのダッカールつけて目印にしたんで、ダッカールついてる方が美容室のブリーチ剤、ついてない方が市販のブリーチ剤です。はい、それじゃあ混ぜていきましょう。ここでのブリーチ剤のポイントはちゃんとかき混ぜるっていうところですね。そこに粉が残らないようにしっかり混ぜてあげましょう。はい、じゃあこっちも混ぜます。なんかこっちの方が緩いな。あ、まあ、けどグラム数的にはそんなに変わらないんで、同量だってことは確かに。よし、オッケーです。両方混ざりました。こっちの方が硬さがありますね。はい、じゃあ40分かかりましょう。入れた瞬間タイマーを40分開始します。で混ざってないと思うんで、そっから混ぜます。はい、じゃあ入れていきましょう。はい、美容室のブリーチ剤。はい、じゃあスタート。40分スタートします。はい、40分スタートしました。それでじゃあちょっとかき混ぜましょう。もう明るくなってますよ。早いな。今現在の状況としては、こっちの美容室じゃない方、市販の方のカラー剤の方がやばいです。でこっちの方が硬いです。だから伸び的には市販のやつの方が伸びがあるんで塗りやすいと思います。まあ、こぼれやすいっていう難点もありますけどね。なんでこっちの方が塗り残しがある危険性があるので、しっかり混ぜましょう。まあ、けど前回の反省を踏まえて、そんなにこの毛束の量は増やさなかったので、あんまり増やすぎるとね、中まで薬剤が届かなくなっちゃうので、今回は毛束の量を減らしたつもりです。もうちょっと少なくてもよかったかな。いやけど全然奥まで
行き届くでしょう。果たして40分間でどんな違いが出るのか楽しみですね。はい、こんな感じでしょうか。じゃあこれで時間まで放置したいと思います。はい、やりました。はい、タイマー終了しました。じゃあ両方とも流していきます。どうなってる？やっぱりちょっと膨らんでる。パンパンや、パンパンや。こっちもパンパンや。流していきます。はい、両者を洗ってきました。これは意外な結果じゃないですか。わかりますかね。若干こっちの市販の方の髪の毛の方が明るくなってるっていう。まあちょっと今の色だと分かりづらいかもしれないんで、一回乾かしましょう。乾かしてきました。どうでしょう、皆さん見て分かりますでしょうか。意外な結果。いや、僕予想としてはやっぱり市販よりこう美容室のブリーチ剤の方が明るくなるかなと思ったんですけど、なんと市販のブリーチ剤の方が明るくなってしまいました。分かるかな、ほら、ちょっとこっちの方ちょっと赤みがかった茶色、こっちちょっと黄色寄りなんですよね。わかります。いやー、とても面白い結果になったんじゃないでしょうか。こっちが美容室側のブリーチ剤で、こっちが市販のブリーチ剤、ね、若干違うの分かるかな。多分薬剤が緩かったから結構ちゃんと髪の毛に薬剤が当たってくれたっていう理由で明るくなった可能性。いや、まあどちらにしよう、まあ、結果はねこういう感じに市販のブリーチの方が明るくなったという予想外な結果になりました。いや、これは本当に面白い、ね、僕的にはやっぱり美容室側のブリーチ剤の方がやっぱりちょっと明るくなるのかなと思いきや、そんなことはありませんでした。市販のブリーチの勝ちです。はい、こちらメガメガブリーチの勝ちでした。今日使用したブリーチ剤は概要欄に書いておくので気になった人は覗いてみてください。はい、そんな感じで一般的に言われてるのはこうだけど実際どうなのみたいなところって結構美容室の中であると思うんですよ。そういうのを実際にやってみて検証してみたら面白いんじゃないかなと思って、ちょっとこれからいろんな検証をやっていこうかなと思います。はい、そんな感じで、この動画参考になったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんな感じでまたこれからも検証していきます。そんな感じでおやっぷりー。